ジャクソンビル・ジャガーズ、ジャクソンビル・ジャガーズ、略称、ジャックは、アメリカ合衆国フロリダ州ジャクソンビルに、本拠地を置く、NFL チーム、AFC 南地区に所属している、1995年から2001年までは、AFC 中地区の所属あった。本拠地は、セント・ジョンズ川近くのエバー・バンク・フィールド、カロライナ・パンサーズと共に1995年から、加わった。 エクスパンションチームである。ジャクソンビルは毎年ゲーターボールが開催される都市であった。同市のゲーターボールスタジアムをかつて、ワールドフットボールリーグのジャクソンビルシャークス、エクスプレス、ユスフルのジャクソンビルブルズが本拠地にしたり、時折 NFL のエキシビションゲームが行われてきた。また1967年、1968年には AFL のオールスターが行われた。 これまでにロバートアーセイオーナーのボルチモア・コルツ、1980年代終わりには、ヒューストン・オイラーズを誘致する試みがなされた。1992年、NFL は1976年以来となる、エクスパンションチームを2チーム加えることを発表した。この時、シャーロット、セントルイス、ボルチモア、メンフィス、ジャクソンビルの5都しが立候補した。 当初シャーロットとセントルイスが有力視され、続いてボルチモア、NFL チームがかつて存在したことのないメンフィスは厳しく、ジャクソンビルは最も選ばれる可能性が低いと見られていた。すでにフロリダ州にはマイアミドルフィンズ、タンパベイバッカニアーズと2チームがありいずれも車で4時間ほどの距離にアップ。またカレッジフットボールのフロリダ州立大学、フロリダ大学、マイアミ大学、 ジョージア大学とも集客を争う必要があった。またご都市の中でジャクソンビルだけが全米でのテレビ市場、ランキック50位以内に入っていない都市圏であった。当時ジャクソンビルは全米で15番目に人口の多い都市だったが、郊外の地域の人口が少なかった。1990年にジャクソンビルの人口は63万5000人ほどであったが大都市圏の人口はわずか90万人だった。 有利な点としては NFL のアナウンスより前の1989年から誘致を目指すオーナーグループがしっかりしているという点だった。彼らの中には後にフロリダ州知事となるジェブ・ブッシュも含まれた。彼らは1991年にチームの愛称をジャガーズと決定、オーナーグループの筆頭にはウェイン・ウィーバーが就任した。1993年4月、 NFL はフランチャイズに選ばれるためには、ゲーターボールスタジアムの改修が必要だと、市当局に示した。同年11月1日、まずシャーロットが NFL29 番目のフランチャイズとなることが発表され、続いて11月30日、有力視されていたセントルイスを抑えて、ジャクソンビルが30番目のフランチャイズとなことが、NFL から発表された。 この決定に対して2万5千人のファンがゲーターボール、スタジアムに乗り出して、お祝いし、シーズンチケットはわずか10日間で売り切れた。なおこの時の争いに敗れた3都市には1995年に、ロサンゼルスラムズがセントルイスに移転、1996年に、クリーブランド・ブラウンズが、ボルチモア・レイブンズに、衣替え、ヒューストン・オイラーズがメンフィスと同じテネシー州の、 ナッシュビルに移転した。1993年12月31日のゲーターボール終了後、ゲーターボールスタジアムは取り壊され、そこに新スタジアムの建設が始まった。スタジアムの建設中の1994年、ゲーターボールはゲインズビルに、ア・ベンヒルグリフィンスタジアムで行われた。ジャクソンビルミュニシパルスタジアム。 1997年から2006年までは、アルテルスタジアムと命名権売却により呼ばれた。は、1995年8月18日に、セントルイスラムズとのプレシーズンゲームでお披露目された。1995年のエクスパンションドラフトでチームは、最初に、QB スティーブ・バーラインを指名した。この年、バーラインに代わって、すぐに、 マーク・ブルネルが先発 QB となったが4勝12敗でシーズンを得た。しかしこの成績はこれまでのエクスパンションチームで最も勝利した1968年のシンシナティベンガルズの3勝を上回るものであった。なお、カロライナ・パンサーズはこの年7勝を9敗で終えた。この年加入した QB、ブルネル、グリーンウェイ・パッカーズからドラフト当日トレードで加入、OT、トニー・ボセリ。 ドラフト一巡、RB ジェームス・スチュワート、ドラフト一巡、WR ジミー・スミス、ドラフト外が加入した。9月3日に行われた、レギュラーシーズン開幕戦には72,363人の、監修が詰め寄せヒューストン・オイラーズに3から10で、敗れた。チームは10月1日に、ヒューストンで行われた第4週、ヒューストン・オイラーズ戦で17から16と初勝利を、挙げた。 また翌週には地元で前年の AFC チャンピオンのピッツバーグスティーラーズを20から16で破った。残りの2勝はいずれもクリーブランド・ブラウンズからであった。最終週のブラウンズ戦ではマイク・ホリスの34ヤード FG で24から21と勝利した。この試合がブラウンズがボルチモアに移転する前最後の試合となった。1996年チームは 最後の7試合中6試合を勝って9勝7敗でリーグ参加2年目にして初のプレーオフ進出を果たした。転機となったのはセントルイスラムズ戦でブルネルが5インターセプトした後アンドレ・ライズンを先発から外しジミー・スミスを先発にしたあたりからである。この時ブルネルを批判したライズンは控えに降格された。最終週のアトランタ・ファルコンズ戦では 試合時間残り1分を切ってからモーテンアンダーセンが30ヤードの FG 失敗する幸運もあり、AFC 第5シードでプレイオフに出場した。ワイルドカードプレイオフでバッファロービルズを30から27で破り、ディビジョナルプレイオフではシーズン13勝3敗で AFC トップの成績を上げていたデンバーブロンコスも30から27で破った。 この試合終了後地元に戻ったチームを4万人のファンがホームスタジアムで出迎えた。彼らの多くはスタジアムのジャンボートロンで観戦しチームの帰還を待って泊まり込んでいた。AFC チャンピオンシップゲームでは第3球まで接戦を演じたが6から20でニューイングランドペートリオッツに敗れてスーパーボール出場を逃した。この年同じ2年目のカロライナパンサーズも NFC チャンピオンシップゲームまで進出したが、グリーンベイパッカーズに敗れた。1997年、チームはスティーラーズと共に11勝5敗でシーズンを終えたが、地区内の対戦成績で地区優勝を逃した。マイルハイスタジアムで行われたデンバーブロンコスとのプレイオフでは、ソーアールビーテレルデイビスらに、 合計300ヤード以上走られ後 TD を許し17から42で破れた。1998年、チームは11勝5敗で、地区優勝を果たした。エクスパンションチームが最初の4年間で3回プレイオフに出場するのは初めてのことであった。チーム創設以来、初めて地元で迎えたワイルドカードプレイオフで、ニューイングランドペートリオッツを25から10で破ったが、 ディビジョナルプレイオフでニューヨークジェッツに24から34で敗れた。1999年チームは NFL トップの14勝2敗で地区優勝を果たした。レギュラーシーズン2度の敗戦はいずれもテネシータイタンズ戦であった。ホームアドバンテージをもって迎えたプレイオフでは初戦でマイアミドルフィンズを62から7で破った。これが ダン・マリーノとジミー・ジョンソンの NFL 最後の試合となった。62得点及び55得点差は長い NFL 史上でも2番目の記録であった。この試合でフレッド・テイラーが走った90ヤードのプレーは NFL のプレーオフ記録となっている。AFC チャンピオンシップゲームではテネシー・タイタンズと対戦、ハーフタイムまでで14から10とリードしたが、 後半23失点を許し敗れた NFL のチームで同じチームにのみシーズン参拝したのはこののジャガーズだけである。チーム創設以来5シーズンで4回プレイオフに出場したチームの快進撃はここで中断され次にプレイオフ出場を果たすのは2005年となった。2000年に7勝9敗、2001年、2002年と6勝10敗で 三シーズン連続プレイオフを逃した。これには、サラリーキャップの問題が大きく影響を及ぼしていた。2002年終了後8年間チームの指揮を取った、トム・コフリンは解雇された。2003年から、現役時代には、ラインバッカーとして1980年代終わりから1990年代、初めに NFL でプレーし、カロライナ・パンサーズでディフェンシブコーディネーターを務めて、 チームディフェンス全体の30位から2位に改善したことのあるジャック・デルリョが新ヘッドコーチに就任した。この年チームはドラフト7巡目で指名したバイロン・レフトウィッチをエース q b とした。5勝11敗に終わったもののサラリーキャップの問題も解消しチーム再建に明るい見通しが立った。2004年チームはロードのランボーフィールドでグリーンウェイ・パッカーズ RCA ドームでインディアナポリスコルツを破り9勝7敗で終えた。ディフェンスタックルのマーカス・ストラウド、ジョン・ヘンダーソンはそれぞれプロボールに選ばれた。フレッド・テーラーをパッカーズ戦で失いこの年もプレーオフを逃した。なおこの年 NFL のチームとして初めてロースターに3人のアフリカ系アメリカ人、QB、バイロン・レフト・ウィッチ、デビット・ギャラード、クイーン・グレイが入った。 2005年、同地区のインディアナポリス・コルツが開幕から13、連勝するなど独走を許したが12勝4敗で1999年以来となるプレイオフ出場を果たした。プレイオフでは、スーパーボール3連覇を狙う、ニューイングランドペートリオッツに3から28で敗れた。2006年チームは期待されたが、レジヘワード、クレック・ジョーンズ、ドノビン、ダリウス、 バイロン・レフトウィッチ、マイク・ピーターソンがシーズン絶望となる負傷をするなど怪我人続出したシーズンとなった。スーパーボールチャンピオンのピッツバーグ・スティーラーズを破るなどに連勝したが8勝8敗に終わった。そんな中でドラフト2巡目で指名されたモーリス・ジョーンズ・ドリューが平均5.7ヤード獲得で NFL トップとなり 16TD、NFL3 位の成績を挙げた。 2007年4月28日のドラフトでは、ブレーディクイーンではなくシアトルシーホークスからオファーを受けているデオングラントの代わりに期待するレジー・ネルソンを指名した。6月15日には、長年チームに貢献してきたが怪我の多くなったドノビン・ダリウスを解雇した。8月31日、長年チームの控え QB を務めてきたデビッド・ギャラードをエース QB に指名し、 バイロン・レフトウィッチを最終ロースターに残さず解雇した。チームは11勝5敗で、プレーオフに進出。翌年1月5日のピッツバーグ・スティーラーズ戦では31から29と、プレーオフで8年ぶりに勝利し。しかしニューイングランド・ペイトリオッツ戦で、トム・ブレーディにプレッシャーを与えたのはわずか1回で、パス24回中22回成功させ20から31で敗れた。 この年チームの攻撃の中心は、モーリス・ジョーンズ・ドリューとフレッド・テイラーによる乱攻撃であったが、ギャラードもインターセプトわずか3回と安定した攻撃を見せた。2008年チームはフリーエージェントで WR ・ジェリー・ポーターを獲得、ドラフトでも弱点を補って ESPN のジャーナリスト、ケビン・シーファートなどはスーパーボウルに行けるのではと期待した。 しかし開幕戦の第1球にオフェンスラインの2人を失い、また9月2日にオフェンシブタックルのリチャード・コリアーが14発の銃弾を受けて左足切断の重傷を追い現役を引退した。他にもオフェンスラインに怪我人が続出し、開幕から8連敗していた。新品ティベンガルズにも敗れるなどチームは2003年以来、最悪の5勝11敗に終わった。2009年は、 ホームゲームでのチケットの売れ行きが悪く反、シーズンチケットの販売もしたが、ホームゲーム8試合中、7試合が、ブラックアウト、本拠地から、一定距離の範囲では、テレビ放送ができなくな、となった。チケットの売れ行きの悪さから、チームの移転や、売却の噂も流れた。この年の平均観客動員は、リーグ30位の49,651人であった。 このため2010年、地元で利用できるクーポンをつけたシーズンチケットの発売も始めた。2010年、第16週終了時点で地区優勝の可能性を残していたが、a SRB のモーリス・ジョーンズ・ドリューが最終週の試合を欠場、地区優勝を逃した。2011年シーズン開幕直前、QB、ギャラードを解雇した。11月29日、 3勝8敗の時点で、ウェイン・ウィーバーオーナーがチームを自動車部品製造会社代表のシャヒド・カーンに売却したことを発表、ジャック・デルリオヘッドコーチも解任された。暫定ヘッドコーチにディフェンスコーディネーターのメルタッカーが就任した。5勝11敗に終わり、シーズン終了後、アトランタ・ファルコンズのフェンスコーディネーターを務めていたマイク・ムラー・キーを新ヘッドコーチとして迎えた。 この年、モーリス・ジョーンズ・ドリューは、1606ヤードを、走りリーグのリーディングラッシャーとなった。2012年、開幕前、モーリス・ジョーンズ・ドリューが38日間ホールドアウトを行い、9月2日にようやくチームへ合流した。チームはに終わり、2013年1月10日、マイク・ムラーキーヘッドコーチは1シーズンで解任された。2013年1月17日、 シアトルシーホークスのディフェンスコーディネーター、ガス・ブラッドリーのヘッドコーチ就任が発表された。オフには9年間にわたりディフェンスの軸として活躍した、ラショーオンマシスを放出。2013年、ガス・ブラッドリー CHC と、デビッド・コールドウェル GM 体制での1年目だったが、開幕8連敗を含む4勝12敗でシーズンを終えた。ルーキーのデナード・ロビンソンを、 史上初のオフェンシブウェポンをというポジション名で登録し、ワイドレシーバーやランニングバックなど複数のポジションで起用する意向を示して注目。浴びたが目立った成績は残すことはできなかった。この年のオフ、モーリス・ジョーンズ・ドリューを放出。また、2010年のドラフト1巡目 QB ブレイン、キャバートもサンフランシスコ4アーズへドラフト指名権と引き換えにトレードした。 2014年、ドラフト一巡目全体3位でユーシアフの QB、ブレイク・ボートルスを指名。開幕当初は、チャド・ヘニーを先発 QB に据えボートルズは、控えとしてじっくり育成する予定だったが、ヘニーの不調から予定を前倒し、第3週のコルツ戦途中からボートルズを投入。以降先発を務めることになる。チームは、第7週にクリーブランド・ブラウンズ相手に初勝利を、 上げるが、この試合で、ディフェンスの柱ポールポスラスズニーが、胸筋の断裂で今季絶望に。第13週ニューヨークジャイアンツ戦で、前半21対3の劣勢から、後半18点差を逆転し、今季2勝目。第16週は、テネシータイタンズから勝利を挙げ、通算3勝13敗でシーズンを終えた。なお、この年は、敵地で1勝も挙げられなかった。 2016年、チームは9連敗を喫し、就任後4年連続してプレーオフ進出を逃したカスブラとリー HC は解雇された。後任にはダグマローンが就任した。また、ニューヨークジャイアンツの HC を務めていたトム・コフリンが球団副社長としてチームに復帰。2017年はボートルスが安定したプレーを披露。 守備陣でも AJ ボーイェと j レンラムジーの CB コンビが揃ってプロボールに選出される活躍を見せ18年ぶりの地区優勝南地区となってから賞達成。プレイオフではバッファロービルズとピッツバーグスティーラーズを倒したが AFC チャンピオンシップゲームでニューイングランドペートリオッツに敗れた。ジャガーズが当初制作したロゴは自動車メーカーのジャガーと 類似しているとして一時訴訟問題となった。ジャクソンデビル、ジャクソンデビルと呼ばれるマスコットが1996年のチーム創設以来チームの応援を盛り上げている。1995年の NFL 参入年より、ジャクソンビルロアー、ジャクセンビルロアルというチームを結成。2013年からチーム初の日本人チアリーダーとして、小野綾子が参加している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。